50年前のイニエシャと帰郷。胸が痛い。何かが糸を伝わって流れ込んでくる。これは帰郷の悲しみだけど、それだけじゃない。悲しみと同じくらいの深い愛、絶対断ち切れない二人の絆。¿Por qué me traicionaste de esta manera?